数日後、相沢先生、ロックロックをはじめとする有名ヒーローや桐島くんがいるファットガム事務所、うららかさんとつゆちゃんがいる琉球事務所、そして僕が所属しているナイトアイ事務所が参加する大規模な会議が行われた。それでは始めます。我々ナイトアイ事務所は数週間ほど前から市営発災会という指定ヴィラン団体の調査を進めていました。本日は市営発災会が何を企んでいるのか、知り得た情報の共有と協議を行わせていただきます。私のサイドキックが調査した結果、ここ1年で組織の拡大、集金を目的に動いていることが判明。ヴィラン連合との接触と組織間で何らかの争いがあったことを確認しました。発災会は以前、不正薬物の裁きをしのぎの一つにしていた疑いがあるんや。そんで先日のレッドライオットデビュー戦、今までに見たことないもんが玉木に打ち込まれた。それが個性を壊す薬や。個性を壊すだと？その中身を調べた結果、人の血や細胞が入っとった。そして中間売買組織の一つと発災会には交流があった。発災会の若頭、千崎の個性はオーバーホール、対象の分解修復が可能。そして千崎には娘がいて、当事務所の二人が遭遇した時は手足におびただしく包帯が巻かれていた。つまり娘の体を銃弾にしてさばいてんじゃねえってことだ。こいつらが子供保護してりゃ一発解決だったんじゃねえの？全て私の責任だ。二人を責めないでいただきたい。二人ともその子を助けようと行動した。今一番悔しいのは彼らです。少女の保護が私たちの目的になります。何が最高のヒーローだ？何がミリオンを救うルミリオン？一ついいですか？どういう性能かは存じませんが、さあナイトアイ、未来を予知できるなら俺たちの行く末を見ればいいじゃないですか。このままでは少々合理性に欠ける。私の予知性能は1日1時間、1人しか見ることができない。その1時間、他人の生涯を記録したフィルムを見ると考えていただきたい。例えば、皆さんの近い将来に死、ただ無慈悲な死が待っていたらどうします？死だって情報だろう。そうならねえための策を講じられるぜ。いいぜ、俺を見てみろ。いくらでも回避してやるよ。ダメだ。占いとは違う。回避できる確証はない。少女の居場所の特定、保護は可能な限り角度を高め、早期解決を目指します。ご協力よろしくお願いします。